フィンランドの雪原で作戦行動をとるスキー部隊。第 6SS 山岳士団ノルトは武装親衛隊の38個ある士団の一つ。ノルトはドイツ語で北を意味する。その名の通りフィンランド北中部の作戦に従事した。ダッハウ強制収容所警備隊出身者から編成された SS 第6不評連隊と SS 第7不評連隊から 1941年2月24日に、ノルウェーで SS 戦闘団ノルトとして発足した。この部隊は、チェコ製兵器で装備しており、自動車化されていた。1941年7月に、フィンランド中部で行われる、予定の北極ギツネ作戦に参加するため、ノルウェー局北のキルケネス経由で、フィンランド中部のケミアルビ地区へ移動したが、移動の途中、戦場で、 火災事故を起こし100名近い将兵を失っている。不祥事の責任を取らされ、司令官は皇鉄となった。フィンランドでドイツから来た砲兵部隊を追加し、6月17日には SS 師団のルトに格上げされ、サーキシックス軍団に配属された。新任の司令官は部隊をレビューして、この部隊を戦闘に投入することには責任を持てない。 胸の報告書を軍団司令部に提出している。ファイゲ大将は、この部隊を北極狐作戦の戦闘任務に使うのは避けたかったが、フィンランドにあるドイツ軍部隊は限られていて、上級司令部のニコラウス・フォン・ファルケンホルスと上級大将が戦闘任務で使うことを命じたので、北極狐作戦の第一段階された攻略の一翼を担わせることになった。 サラ攻略作戦は7月1日に始まった。部隊はロバニエミ・サラ道路を進んで、サラ市街をやり過ごし、サラを包囲する難易翼を担当する予定であったが、ソ連軍の頑強な抵抗で、部隊はパニックを起こして改装し、軍団司令部の後方まで交代するようであった。師団長のデメルフーバーは7月2日に、彼の部隊は戦闘任務に適していないと宣告し、 部隊は前線任務から外されたが、7月1日だけで部隊は600人を失った。ファイゲ大将はこの部隊を戦闘任務から外すことにしたが、SS 部隊の無様な戦いぶりは遠く、ヒトラーの耳にも達して不機嫌にさせたが、ヒトラーは戦闘任務につけるよう命令した。北極狐作戦は、さらに南部の空ーもスオムサラミ地区で、 フィンランド3軍団によっても作戦行動が行われていたが7月から8月の間に部隊は徐々に大体単位で3軍団の指揮下に移された9月に残っていた偵察大隊を3軍団に移すと師団全体が3軍団の指揮下に入ったが3軍団は SS 師団をばらして2つのタスクグループと軍団予備の下で使おうとしたドイツ軍は 師団を師団として使うよう要求したので、シーラス部ーとファルケンホルストの間で論争になり、マンネルハイムまで巻き込む騒動になったが、ドイツ軍少将,将がフィンランド軍大佐の指揮を受けることは、ファルケンホルストは絶対容認できないので譲歩しなかった。これは、大戦中、SS 師団が他国軍人の指揮下に入った唯一の例である。そして1942年6月に、 SS 山岳士団ノルトとなり、さらに1943年10月に第 6SS 山岳士団ノルトと解消された。馬3200頭、人員2万1000例人を要した。その後はフィンランド中部のケステンガ地区で1年近くの長きに渡り、残豪戦を展開した。フィンランドがソ連側についた1944年9月以降は、ノルウェー北部へ撤退し、 さらに1944年12月デンマークへ送られた。デンマークで北風作戦に参加し、さらに1945年3月には鳥居屋付近で連合国軍と戦った。3月24日、ルール地方包囲を目指すアメリカ軍第一軍の攻撃を受けて事実上壊滅した。ありがとうございます。